These are goodbye comments. Kiryu-san, note! Let's see what I think about. Tachibana! Hayaku! Quickly. Yes.遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら！くそ、逃げよう。もらえ！くそや！How can you survive that? It makes sense. No, it's nice. No, because I mean, he gets hit by a chop. I can't escape by a chop. Just be hit by a chop. And he gets hit by a chop. No, he hit by a chop. And he gets hit.堂島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね、なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。あんた、自分はもっと強い人間だと思ってた。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされ、俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナでは風間のやつさ、錦、それにあんたも守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なあ、さっき俺を助けに来たのに、俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら、私もいくらか
そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っていて、その上、うん、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる、そんな時代滅多にいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんねよかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。 Oda この街にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、立花。社長、しっかりしてください。社長。Yes, the cube is the main shop. I have a sec. In the game, you must install your human shop. Choke you for a bunch of time, then you should manage about some time. If you must shoot too much, you will go back. That's what the story is. It's 大丈夫なのか、立花。とりあえずはね、ここだけの話。社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは。立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする。全部社長が目覚ましてからのことだ。
安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア界って呼ばれている。聞いたことないか。アジア界？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィア。だからここも闇医者だよ。真っ当な病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か僕と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。さあ行くか。